あと何、いろいろ聞きたいこととか、疑問とか、感想、体験あれば何でも語ってくださいよ。今日は長崎メンバーが中心のミーティングだから。そうなんですそうね。です、そうです。そこに全国のメンバーさんで、時間等が合う方が、参加してるだけだから、もう長崎が中心でやってくだ、やっそて、うなんです。そうなんですよ。最初、入って、日英中秋、フォームを広げて、勉強してて、マーカー、勉強してて、マーカー来たんですよ。だから、何か意味があるのかなって、思ってですね。今はちょっと、共学の方が、手につきます。正直言ってですね。要するに、共学の方がなかなか手が回んないっていうか、そっちまで、そんなの本当にいいから、後回しで。そう全然いいんだよ。共学なんてものはね、もう昔からこれは召集で、いや、ちゃんと昔から言われてんだけど、一心、二行、三学。順番でいいんです、それで。だからまずはご本尊様を信ずるってことだよね。久遠の本当に根本の、この宇宙の一番の根本の、そして一番の古いとこの仏様なんだと。その一番の大元の仏様が今こうして我が家にご出現遊ばされたんだ。今ここにいてくださるんだっていう。まず常にその心を四六時中、思い出してそういう続き、その念ずる仏様、そんな根本の仏様といつもずっと一緒にいられるんだと、それもまずしかも我が家にお出ましくださってるんだっていう、その心がまずは一番大事なんです。そしてそれが一心ですね。一番目が何がさておいても心が大事なんだよと。そして二番目が行だから。それが今言った、その信じてるっていう気持ちを行によって表すわけですよ。で、それが今の方便本と自我偈を一生懸命に唱えて、そうしてなるべくお題目をたくさん唱えると。それが行、二番目。ね。それで、さっきちょっと言い忘れたんだけど、言い足すけど、本当言うと、本当の我々の、一番の功徳のある修行というのは、お題目を唱える方だからね。お経を唱えるっていうのは、実は、そのお題目の大きな功徳を得るための、手助けをするくらいのレベルの修行なんですよ。お経を読むっていうのは。なので、例えば、うどんとか作ったことはないと思い、まあ、作ったことある。うどんといかや、さ、ない。大概の人は作ったことないわけだけど、話に聞くと、うどんというのは、うまさっていうのは実は相当な塩が入ってんだってね。うどん粉をこねるときに。塩を混ぜないと、ああいう、ほとんど塩気は感じないみたいなんだけど、実はかなり麺の中に塩が入ってんですって。それでうどん粉がこう美味しい感じするんですよ、うどんがね。でもそれがちょうどそのお題目はうどん粉みたいなもんなんだってさ、例えて言えば主力ですよ。栄養の一番のもと、美味しさの一番もとはやっぱり小麦粉だよね。で、塩っていうのがその
小麦粉のうまさを最大限に発揮するために少しこう塩を入れるっていう、この塩の役目がお経なんだって。だからお経がメインじゃないんだよ、本当言うと。お題目の方がメインなんですね。お題目、うん、だからお題目をたくさん唱えるっていうことが本当のその行の一番の正しいあり方なわけ。そうそれであれはお経を読ま、別に何か字を読まなくても南無法蓮華経、南無法蓮華経ってご本尊様の名の字をしっかり配して繰り返し同じお唱えをするわけだから、そんなに難しくはないわけだよ。でそれをたくさん唱える方が一番の行になるんだよと。でその次に出てくるのが学ですからね。だからあの本当言うと何にも知らなくたって、本当に一言も仏法のことの意味が分かんなくても、今僕が言ったこの久遠の一番の根本の宇宙の一番の根本の仏様がこのご本尊様なんだっていうことだけ、これだけを思っていけば、これが最高の経学なんです。それをあのなかなか我々はそこを信じきれないから、いろんな角度でそういうこういう角度から仏様なんだよ、このご本尊は仏なんだよ、こういう角度からもこのご本尊は仏様なんだよっていうことを、まあ、一生懸命学んで、で、あ、やっぱりそうなのかな、やっぱりそうなのかなっていう心を深めるためだけの学ですから、学問する必要、学問になっちゃいけないの、むしろね。だから学なんてことをあの今学べないとか、学ぶ時間がない、あるいは学ぶその、まあ、タイミングがないとかっていうことで、自分をあのそれこそまた、悲観しちゃいけない、卑下しちゃいけないんですよ。ほぼいらないと思ってもいい、もうまっすぐ素直にご本尊を南無法蓮華経って素直に唱えてる分には学というものはもうほぼほぼいらないんだというくらいに開き直っちゃっていいですから。本当です。これはあの下手な学が逆に真を邪魔してくるって場合だったからね。下手にこうなんか、学ぼうとすると、あの信心ってのはこの大脳でやるもんじゃないんだよ。書いてある通り、信ずる心っていう、心で信ずるだから、やっぱり信ずるって心は実はね、あの現代最先端の今の科学では実は大脳ではなくて心臓に本当にあるかもしれんっていう科学だって、今そういう学説も出てるくらいだからね。心臓自体がものをちゃんとあのまさにハートでその情緒的なものは心臓、胸、この辺でやっぱり動いてるっていうね、そういう、これはあの思い、あ、なんだ、古い考え方じゃなくて、逆に最先端の医学が何かそういうことをだんだん解明しつつあるって。なのでまあそこはまあはしょるけど、要は心ですよ。こっちなんか胸とかこの腹綿の方でご本尊を信じていくっていう、これが本当の真であってね、頭で理解したからご本尊を信じるっていうのは、これはだいぶその真で言ったら、そんなに重要じゃない。いいんです、ご本尊様って、ご本尊様あの幸せにしてください、それから今のそういうね、目先のそういう困難を解決してくださいっていう、そういう素直な心でお題目を唱えていけば、それがもう全てですから大丈夫ですよ。うん、額をそんなね気にしなくていいです。今質問したことに対する今答えとしては合ってたんですかね。ちょっとあの理解、こっちが間違った理解して、分かり、大丈夫なんだよね。はい。